どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は、復刻中の裏説と復刻待ちの限定補助、ポフォはどっちを確保するべきかについて話していきたいと思います。耐久回復枠として優秀な2人ですが、復刻キャラとなるとどちらを吹くべきか悩みどころですよね。しかも両方ともそれなりに強いとなると両方を引くにはガチャ足が足りないですし、悩ましい問題になるかなと思います。そこで今回は実際に羅刹とポフォを使ってみて感じた性能の違いやそれぞれの強みっていう部分を紹介したいと思います。それでは早速解説していきます。それでは最初に砲上でも性能がちょっと違う2人について性能面の特徴のおさらいをしていきたいと思います。それでは復刻中の羅刹からいきたいと思います。結界発動中は攻撃するたび回復ができる。羅刹はスキルや必殺技によって秒間の時を2層貯めると結界を展開することが可能です。結界展開中のみですが、攻撃をした味方は回復をすることが可能となります。また奇跡の進行具合によっては味方全体回復というのもついてきます。残り HP50% 以下の味方に対して自動割り込みの回復をすることが可能となります。これはスキルと同じ効果を発動します。同じ効果なので敵地位蘇生のデバフ解除も適用されますので、状況を変える強い性能を持っていると言えますね。続いてマフ解除付きの全体必殺技です。砲上には珍しい攻撃主体の必殺技となっています。敵のバフを解除できるので、厄介なバフ持ちの高難度コンテンツでは重宝するキャラと言えますね。羅刹は味方の緊急時に回復ができる方法があるため、味方が敵の攻撃に耐えれれば状況を戻せる回復手段を持ったキャラと言えます。自動回復というところが優秀な羅刹の性能ですが、もちろん欠点もありますので、そちらも見ていきましょう。欠点一つ目は、必殺技の緊急回復などはないという点です。羅刹に関しては白羅などのように自由に割り込める全体回復は持っていません。そのため自動回復の発動後にすぐにピンチの仲間がいると手遅れになるということがあるので調整が難しい一面があります。続いては攻撃力を伸ばすので耐久面が低め。羅刹の育成においては攻撃力を上げることによって回復量がアップする仕様となっています。そのため他の砲上と比べると耐久面が低くなりがちなので本人が先に倒れるという危険なことが起きやすい一面があります。欠点としては回復のタイミングが選べないことや羅刹自身の耐久面が不安といったところですね。ただし回復量はそれなりに高いキャラなので、結界発動中にこちらの攻撃回数が安定していれば回復は十分なキャラクターとなっています。それでは続いて復刻待ちの矛についておさらいです。ポフォの特徴としては、味方のターン初動に自分回復、デバフ解除ができる。ポフォはスキルを発動して厄払いというのを獲得します。それを獲得すると、味方のターンや必殺技の発動時に回復効果を1回発動するというものがあります。また、治癒された時にデバフ効果があると、ターン開始時に解除もするので、行動制限デバフでも味方が即行動するということが可能ですね。続いてはスキルで最大3人の回復が可能という点です。スキルによる回復ですが、自動回復の厄払い付与だけではなく、味方単体のデバフ解除と隣接する味方の回復ができます。一気に味方の状況を改善することができるので、危険な状況の立て直しがとても得意となっています。3つ目は必殺技で全体 EP 回復と攻撃力アップとなります。他の砲上キャラと違ってサポートに全振りした必殺技になります。味方の EP 回復と攻撃力アップを付与できます。自分以外を対象とした効果にはなりますが、味方の必殺技を回すきっかけになるのでとても重宝するという部分です。しかも味方の必殺技で厄払い発動の機会も得られるので回復も可能という感じになりますね。モフォに関してはサポートに特化したキャラとなっており、味方の行動阻害による事故を減らせるようになっています。ここまで聞くと優秀な頬に聞こえてきますが、欠点もありますので見ていきましょう。欠点一つ目は必殺技による緊急回復などがない。頬も羅刹と同様、必殺技による緊急回復はなしとなっています。割り込みによる回復ではなく、ターンに依存したキャラと言えますので、敵の速度によってはやられることもあるというわけです。続いて、スキルの発動が多いので SP が枯渇しやすいという点です。ポフォのスキルは2ターンに1度といった性能になっているため、意外と SP の回復はできないキャラとなっています。ス
キルを発動した次のターンは攻撃をして、次のターンにスキルっていう流れになるので、自分で維持する感じになりますね。欠点としてフォフォは行動スキル依存となっており、行動のパターンが決まるので厄介なところです。ただそれに見合った強力な効果を持っているので制限がかかったという印象になります。それではフォフォとラセスの特徴が抑えれましたので、それぞれの比較を豊穣キャラとして欲しい能力で見ていきたいと思います。ただしこの2人だけだとあれなので、もう1人星5白露も交えて違いを紹介したいと思います。まあ、白露に関しては基本的な豊穣と思っているので、こちらも参考にはしたいところです。まず緊急回復面です。羅刹、ポポ、ヤクロに関しては×三角丸という順番です。まあ、羅刹に関しては自動回復はあるんですが、自分で選べるわけではないっていうところがありますので×にしてます。まあ、スキルを直接使えば選べますが、自動回復っていうところが足りないという部分ですね。ポポに関しては味方の必殺技の発動に合わせて回復ができるので、まあ、ないよりかはマシというところで三角にしてます。で最後に白露ですが、必殺技で全体回復ができるので緊急面では一番優秀と言えますね。続いてデバフ解除です。デバフ解除に関しては丸、二重丸、×としてます。羅刹はスキルと自動回復時にデバフを単体で解除することが可能です。まあ、羅刹のターンさえ来れば状況を戻せるので優秀なキャラと言えますね。ポポはターン依存となっているので、スキルを切らさなければキャラトップのデバフ解除能力持ちとなります。ヤクロは回復のみなのでデバフ解除は無理となっていますね。続いて回復範囲です。羅刹の回復は単体向けではありますが、結界中の攻撃が発動すれば奇跡の追加効果で全体回復もできるので優秀な回復持ちと言えます。ポポは3人まで複数の回復が可能ということと、ターン初動に回復という感じなので、発動タイミングが多い点も合わせてズバ抜けているという評価にしてます。ヤクロは回復は可能なのですが、バウンドによる回復なのでランダム要素が強く安定はしづらくなっているという点で三角です。続いて SP 回復ですね。 SP 回復は20丸丸三角となっています。羅刹については結界や自動回復によって SP を温存できます。なので通常攻撃が多めの行動となるので、 SP 回復面はとても優秀な方となっています。ポポは2ターンに1度のスキル発動が要求されるので普通ぐらいといった性能ですね。ヤクロに関してはスキルの回復がランダムなので連続の使用も考えると枯渇しやすいキャラと言えます。それでは最後特徴を見ていきましょう。羅刹に関してはバフ解除があります。ポポに関しては EP 回復と攻撃力アップ、ヤクロは自動蘇生という部分ですね。まあ、それぞれ特徴が変わってくるというところです。回復面を中心に今回は見ていますが、必殺技による緊急回復がない2人で比較となると、デバフや回復範囲になるかなと思います。この点を見てみると、サポート寄りのフォフォの方がよりズバ抜けている感じですね。ただ、この性能差は編成で誰と組むかによって良し悪しが決まってくるので、相性がいいキャラも見ていきたいと思います。それでは相性のいいキャラクターを見ていきましょう。今回は星5アタッカーメインで見ていきたいと思います。適正の基準ですが、海外ティア表と自分の使用感についてまとめています。まず、羅刹からです。羅刹に関しては、ヨミ、インゲツ、ジン、ケイリュ、クラーラ、ゼーレとなっています。相性のいい傾向としては、SP の消費が多くなりがちで、行動回数も多いキャラだと相性がいいようです。羅刹が通常攻撃で SP 回復も多少はできるため、相性が良くなっているというところですね。もちろん羅刹の通常攻撃だけでは SP の管理自体は難しいというのはありますが、他のサポーターと合わせるとより SP 管理がしやすくなるというところです。続いてフォフォです。フォフォと相性のいいキャラクターはカフカ、ブラックスワン、レイショー、アルジェンティ、ケイゲン、トパーズ、ヒメコとなります。相性のいい傾向として必殺技を回すことによって効果を最大限活かせるアタッカーと相性がいいようです。特にカフカやアルジェンティの編成は必殺技で火力をどんどん出していくので、回転率が上がるのは非常に相性がいいという部分です。またサポーターの EP も回復できるので相乗効果でアタッカーを強化ができるっていうのもいいところですね。カフカ、ブラックスワンやレイショー、トパーズといったダブルアタッカー編成にも向いているのも特徴的です。ここまでいろいろ相性について話しましたが、まあ、使い分けのポイントとしては SP と必殺技の管理具合を軸に考えていくのがベストとなります。
歩歩は SP 管理が難しいので必殺技を重視するアタッカーを意識してみましょう。挫折はアタッカーの中でも行動回数や SP の消費具合を中心に意識すると組み合わせがしやすくなります。また星5の所持によって編成が決まってくるところもありますので、先ほど紹介した所持数に合わせて選ぶっていうのもいいかなと思います。それではガチャについてですが、アセットフォフォの優先度としてはフォフォを優先するといいかと思います。どちらも非常に強い回復枠となるんですが、最近のデバフ持ちの敵が多いことからするとフォフォの方が有利に感じますね。もちろんアセツもデバフ解除はできるんですが、フォフォと比べるとデバフ解除の頻度に大きな差が出ていると感じてます。しかも自分が行動制限デバフを受けた時に自分のターンを消費せず回復できるフォフォは自己管理も羅刹よりは上になっているというところがありますね。また相性のいいキャラでそれぞれ分けましたが、正直読み以外はフォフォでも賄えるキャラの相性となっています。まあ、その他に高難易度で最善の適装を考えた編成ではもちろん羅刹が上のメンバーもいますが、フォフォでも足りるなっていうのが正直なところもありますね。性能面とキャラの揃い具合にもよりますが、フォフォを待てるのであればフォフォの優先度が高いなっていうのが僕の感想です。ですが現時点での新規やキャラが揃っていない場合はフォフォがいつ来るか未定ですので、羅刹を今すぐ引くっていうのもありですね。まあ、このあたりは孫悟を誰が持ってるかとか相談にはなってくると思います。まずは限定宝条を1体獲得しておくっていうのが大事ですので、キャラが揃っていない方はぜひ羅刹の方を確保するようにしてください。フォフォに関しては待てる方にはおすすめっていうところです。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画が楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。